降り続いた雨で決壊した長良川の堤防9.12水害は1976年9月12日に岐阜県で発生した大規模な水害である。岐阜県安八郡安八町に長良川の決壊による被害が最も甚大であったため、その日付からこう呼ばれる。安八水害9.12豪雨とも言う。注意、市町村名は当時の自治体名で示す。 1976年9月7日より、岐阜県内で降り始めた雨は、台風17号の影響を受け、9月8日から14日の、降雨量は、長良川流域の第日竹 1175mm、八幡町 1091mm、美濃市 840mm、伊比川流域の垂水、根尾川9 5 1ト、mm、ル、大垣市8 2 4ト、mm、ルという記録的な、 豪雨となった。9月8日10時頃から降り始めた雨は大雨となり、15時30分に大雨、洪水注意報が発表され、23時30分に大雨、洪水警報に切り替えられた。この豪雨により、9月8日から、美濃地方の岐阜、西濃の中小河川の氾濫、土砂崩れ、道路寸断が発生した。9日時点での岐阜県内の被害は、 けが人3、家屋全壊に、同伴会に、床上浸水653、床下浸水4711個、山崩れ61、道路損壊17に及んだ。9月9日、岐阜県は、消防防災課に、平野三郎県知事を、本部長とする、災害対策本部を設置した。また、岐阜市、山形郡高富町が、災害救助法の適用を受けた。 17時20分に、大雨、洪水注意報に切り替えられたが、夜半より再び大雨となり、21時40分大雨、洪水警報が発表された。10日午前中に雨は、昇降状態となり、13時40分大雨、洪水注意報の発表となったが、午後になって、再び断続的な豪雨が続き、21時35分には、大雨、洪水警報が発表になった。 特に、長良川の増水は、凄まじく、9日午前9時には、アンパチ郡スノマタ町で7.3メートルの水位を、記録。10日には、一旦下がった。9月11日、中小河川の一流、堤防の決壊、増水による、孤立地区の発生など被害はさらに拡大したため、8時30分、岐阜市からの要請に基づき自衛隊に、 最初の災害派遣を要請し、森山駐屯地の陸上自衛隊第10師団が派遣された。さらに、大垣市など1市2町1村に派遣され、人命救助、復旧作業を行った。この時点の岐阜県内の被害は、10市36町18村に及んだ。須ノマ町の長良川の水位は、11日午後2時には、再び7.15メートルの水位となった。 岐阜市では、中節橋下流の鏡島地区が危険な状態となり、厳戒態勢が敷かれた。9月12日午前5時、須野又町の長良川の水位は、7.14メートルと4回目の、ピークを迎えた。同日午前7時30分、安八郡安八町大森では、長良川の堤防に亀裂が見つかり、直ちに補強工事が行われ、午前10時20分、 作業を終える。数分後、堤防に、地震のような振動が起こり、水防活動をしていた住民は不安に感じたちに、堤防から避難した。そして、午前10時28分、アンパチ郡アンパチ町大森の東海道新幹線、長良川橋梁下流300メートルの地点の、長良川右岸の堤防が、約20メートルにわたって決壊した。水圧で決壊口は広がり、 幅約80メートルに達した。同日夕方までの浸水被害は1200世帯に及んだ。また、安八町と下流の和ノ内町との境にある和重包みの重連防堤では、和ノ内町を守ることと、安八町内の水位と長良川の水位を同じにして、濁流を止めようとするために、堤防の締め切り作業が行われた。このため、今度は行き場を失った水は、 逆流をはじめ、上流域にあたるスノマタ町に、水が流れ、スノマタ町全域も水没してしまった。また、長良川の支流イジラ川など5カ所においても堤防が、決壊したほか、一水、淡水が各地で起こり、岐阜市、大垣市、本須郡保住町、山形郡高富町、イジラ村などで、浸水家屋が続出した。岐阜県は、 13日までに4市12町1村の計17市町村に災害救助法適用したほか被災地の実情を考慮し適用基準に達しない各務原市に対してもこれに準ずる県単独措置を講じ救助活動に全力を挙げたこの時点での岐阜県内の避難所の設置開設数は359カ所収容自民は延べ19万10人に達した 設置期間は、安八町、スノマタ町では13日間に及んだ。人的被害は、死者は、岐阜市部の5人をはじめ岐阜県内で8人。行方不明者は1人。重症者6人。軽症者16人に達した。岐阜県内の床上浸水は24,209件、床下浸水は51,276件に達した。特に、 アンパチ町とスノマタ町の被害はひどく、床上浸水は、各1744件、1190件。床下浸水は、各366件、152件に及んだ。被害が大きかったのは、岐阜市、大垣市、美濃市、アンパチ郡アンパチ町、スノマタ町、元須郡穂住町、山形郡高富町、宮間町、伊じ村であった。被害のあった。 市町村は、当時の岐阜県内の100市町村のうち、長良川、伊比川流域、木曽川中流、下流域、飛騨地方を中心に74市町村に及んだという。ありがとうございます。